大丈夫そうですかね。はい、大丈夫です。大丈夫そうですか。はい、はい、機材は大丈夫です。僕の心は大丈夫じゃないんですけどこれで10秒間だけ使っていいので、はい、心を唱えてください、はい、皆さんちょっと10秒間黙祷で何に黙祷するの大丈夫です、冗談です、はい、OK です、はい、10秒経ちました。はい、それでは、ご紹介に入りたいと思います、本日6組目の方ですね、ジキーさんです。皆さん拍手でどうぞ。こんにちは、ジンジーと言います。な、そうですね、次何言うか忘れちゃった10秒もらったのに何言うか忘れちゃったんですけど、まあ、一応ちょっと、音楽のことを少しやらさせてもらってまして、いつもはちょっとまあ DTM とか、まあその机の上で引きこもっていろいろ作業してたりするんですけど、今日はちょっと、少しだけ、アクティブになろうかなと思って、この島村さんのアコースティックパラシス、言えなかった、略してアコパラをちょっと知りまして、少しだけ演奏させていただけないかなと思って、皆さんの前に立ってます。いつもはちょっとオリジナルの曲とかもちょっとバンドにアレンジしたりとかしてる曲とかが多くて、アコースティックでちょっとなんていう曲もあったりするんですけど、いつもそうですね、こうやってアコギ一本でやるのは結構やってるんですけど一応、その何ですかね、今年は初めてで、本当前の出演者さんとかもう10代とかですっげー聞かせてて、ああ俺大丈夫かなと思いながらちょっと今すっげー緊張してます。そうですね、まあ皆さん2曲ぐらいやって、僕も2曲ともオリジナルやろうかななんてちょっと思ってたんですけど、1曲はちょっと、まあ、自分の心情というか、少しこれ俺のすごい気持ちすげえ歌ってくれてるなっていう曲が1曲あって、最近ずっと聴いてる曲なんですけど、それをどうしても一番最初に自分の心を出すために歌いたいなと思いますので、一番ちょっとつい最近出て皆さんも知ってるかどうかちょっと分からないんですけど、B’z の稲葉浩志さんが、最近ソロシングルか出して、その中に入ってた曲で、あこの曲すげえなと、ちょっと男の生き様をちょっと歌ってるかななんて思って、僕に歌えるかどうかちょっとわかんないですけど、僕の今の気持ちです。ブリードという曲を聴いてください。痛いくらいによくわかっている、ほんの少し歪んだハート、それをあなたに知っててほしい、なんていうのは俺の甘え、これ式は抱えてゆける歯を食いしばれば過ぎ去ってしまう些細な痛みばかりのか、誰かを愛したいなら涙をごくりと飲み込んで、か弱心を肥やしてくれるのは悔しさとか罪の意識、さらば強くあれ、
ことを笑ってみせるけど、謙遜でもなんでもない、諦めたふりして楽になりたいだけ、本当は誰にも負けたくない、目の前に眠るあなたの匂いを嗅ぎ分け、体温を確かめ、外目を凝らすのかい、もっと高く飛びたいなら涙をごくりと飲み込んで、将来バネになってくれるのは今目の前にある悲しみ、さらば強くあれ、開いた傷口から流れ出してくるのは霧のない迷いと戸惑い、No cry、 誰かを愛したいなら涙をごくりと飲み込んで、等身大の自分自身でいたいだろう、最後の瞬間まで立っていたいだろう、さらば強くあれ、自分の中でやっぱり悶々としてるものがあって、いつもこう我慢して耐えて、何か自分の何か見つけられ、目指したいもの、夢とか希望とか現実か希望とかそういうものを見つけて突き進むんだけど、いつも現実に蝕まれていってるような、そういうなんか今の自分にすげえ合ってる曲かなと思って、ちょっとこれだけどうしてもオリジナルじゃなかったんですけど、ちょっと歌いたいなと思って今日は練習して歌ってまいりました。いつもこうあんまりこういう風に、まあ、ちょっと感情を出して歌うようなあんまり歌い方はしなくて、ちょっとどちらかというとバラードっていうか、そのあんまりロック系を自分で歌うことはあんまりなくて、結構僕インストゥルメントとかそういう結構ギタリストとかを作る方が結構好きで、そういうのは結構激しい曲を作ったりするんですけど、自分で歌う時は結構こう静かに歌ってることが多いですね。次はこれもちょっとテイスト的には一緒なのかなっていう曲なんですけど、これは自分の、オリジナル曲で、どうしてもこう人生っていつもこういろんな選択肢常に、若い人だったら高校行く、受験するとか、高校行かずに就職するとか、そういうもう初っ端選択肢が2つ以上は人生の手前、先の方にある、それを一つ一つ選んでいくんですけど、結局まあどれも正解ではないんですけど、ただ人とはこう明るい方を、明るい人生に行ったんじゃないかなとか、俺はこっち行ったけど全然あいつより暗い人生を送ってるなっていう、そういうなんか
もどかしさというか隣の芝生は青く見えるようなそういう曲をちょっと書きました。聴いてください。明暗を分かれる。人生なんていつでもこんなものだろう。別れ道だって嫌でも通りかかるだろう。進もうとしているその道輝いてるかい。隣の人は自分より元気でいるかい。思うほど人って決めるの苦手で、ねえに選択の連続だけども、人と違うことをやりたくて、あっちの道に飛び込んでみて、みんなと同じようになりたくて、こっちの道に進んでみても、一時の勢いで決めたことでさえも明暗分かれ。今何食べた？今日は何身につけてるの？どうやって決めた？はい、これで運命が変わる。生きるって楽しいって言うやつに限って、裏で何やってるかわからねえぞ。みんなと一緒にいたくて、あっちの海に飛び込んでみて、ずっと一人になりたくて、あっちの山登ってみても、先に見えるは天国、後に見る地獄。違うことやりたくて、あっちの道に進んでみても、みんなと同じようにやりたくて、あっちの道に飛び込んでみても、いつもみんなと一緒にいたくて、あっちの山に登ってみても、みんなと一緒になりたくて、あっちの海に飛び込んでみて、かけるものなんてない、どうしたらいいの、明暗分かれ。次は、最後の、人が、人じゃねえね、グループが登場するので、次はなんかすごい、若々しい人を最後に出てくるんで、皆さん最後まで存分に楽しんでいってください。今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ジンジンさんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。
ケーブル抜いちゃって OK です。ナイス。